包まれた二人なら別れの言葉は言いません。たとえあなたがどんな遠くへ行っても。美しい別れ、石田あゆみさんです。カナダ行きの切符とパスポートセリフのポケットに入れておきました。さよならの手をそっと隠して二度きりはすっかり終わりました。お茶を入れてる